赤字体質から脱却するため、カシオ計算機がデジカメ市場から撤退します。コンパクトデジタルカメラの、撤退を決めたということを、発表させていただきたいと思います。で、これによりまして、その増収が見込めない事業で、あるいはその赤字が、これ以上、赤字が大きく広がるという事業は、すべてなくなると。カシオは、スマートフォンの普及に伴って、コンパクトデジタルカメラ市場が大幅に縮小し、赤字要因となっていることから、事業の撤退を決めました。カシオは1995年に初めてデジタルカメラを発売し、近年はいわゆる自撮りに特化した製品を展開していました。デジタルカメラ事業はピーク時の2007年度には年間685万台を出荷し、およそ1400億円の売り上げがありましたが、昨年度は55万台、売上高およそ123億円に落ち込んでいました。今後は得意とする時計や関数電卓の分野で事業を拡大していくとしています。